世田谷区民の皆さん、区長の保坂信人です。夏の新型コロナウイルスの第2波が、十分に収束しないまま、活発な人の往来や飲食が広がった、このことを背景に、11月の半ば、再拡大の傾向を見せてきたこの第3波は、年末年始に途方もない勢いで感染爆発、このように呼ばざるを得ない段階に入りました。菅首相は1月7日に東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県に緊急事態宣言を出しました。1月8日から2月7日までをその期間としています。1月7日は東京都内の感染者が2447人と過去最多を数え、世田谷区でも448人と過去最多となりました。年末年始の医療機関の休業、この影響もあって年明けに集中した感染届の事務的な処理が滞った影響ですが、1月4日11人、5日115人、6日は108人となっています。第3波途方もない勢いで、増加をしています。さて、感染拡大を示すステージごとの指標によりますと、世田谷区の療養者数、PCR の陽性数、新規報告数、直近1週間と先週の1週間比べてみますと、感染経路が不明の割合、すべての指標がステージ4、これは爆発的な感染拡大ですが、ここを上回っております。例えば PCR 検査は 20% 陽性率と跳ね上がりました。区の内外で診察または自主的な PCR を受ける方が年末かなり多く、続々と陽性の報告が世田谷保健所に届いています。ただ一方で陰性になった方数多くいるんですが、この報告はございません。したがって 20% よりは下回っているものと思われますが、それにしても大変大きく広がっているということでございます。区内の市中感染率の指標といたしましては、介護施設を巡回している社会的検査の数字があります。10月から12月にかけて5455人を検査をして、約 1% 55人の方の陽性を確認しています。医療体制はかなり限界まで来ています。逼迫しています。このため入院が必要な方もなかなか入院できない、そんな状況にあります。区の保健所においても入院調整に多くの時間を割いて、どんな感染経路だったのかということを調べる疫学調査や、自宅の療養中の方、自宅で健康観察をする、この対応が困難な状況にあります。世田谷区の調査で12月29日から1月3日まで、つまり年末年始、どのような感染経路だったのかというデータがあります。ご覧いただくと、家族同居人が 33%、 職場内が 21%、 友人知人 12%、 飲食店 10%、福祉施設 9%、 医療機関 7% となります。言われているように、飲食店における会食、あるいは自宅でのホームパーティーなど、飲食を介した感染が、その後に家庭内や職場内、友人知人につながっていることが想定できます。ただし一方、その飲食の場だけがリスクがあるというわけではありません。マスクを外した会話のリスクも報告されています。
これまで明らかになった感染例の中には、お酒を伴う飲食店での会食、ここで大皿料理をつつきながら、こういった形で感染された方、さらにその感染が、家庭あるいは職場に広がっていったということも確認をされています。区ではこれ以上の感染拡大、これを防止するために、飲食を伴う、区民利用施設、これを休止すること、また利用時間の制限、再度の、保育園の登園自粛を行うなど、区民の皆さんに、ご協力をお願いするものであります。一方、感染防止対策をとって、これまで、各施設別の感染状況を踏まえながら社会生活を維持するのに欠かすことができない、このような社会福祉施設については、これを維持できる体制をとっています。また区主催のイベントの情報や、各施設のどのような時間の、これ変更はございます、ホームページで確認をお願いします。新型コロナウイルスとの戦いは長期戦となります。この際、リスクを抱えながら医療、福祉、介護などに従事されている皆さんに心から感謝をいたします。そして、厳しい中、飲食店、経営をされている方、働いている方にも、テイクアウトなどで大いに、協力をしていただきたい、区民の皆さんにお願いをいたします。そして感染拡大を防止し、医療崩壊を食い止め、何より区民の皆さんの命や健康を守る区長として区民の皆さんにお願いがあります。1番目、生活に必要な場合を除いて、できる限り外出は控えてください。とりわけ8時以降、20時以降の飲食を伴う外出は、やめていただきたいと思います。2番目に、3密を避け、会話するときには必ずマスクの着用をお願いします。3番目、寒い環境でも換気をするなど、家庭内でのあるいは職場内での日頃からの感染症対策を改めて徹底してください。これ以上の感染を広げないように、一人一人が責任ある行動をお願いします。世田谷区として PCR 検査、社会的検査などの感染拡大防止に向けた、さらなる取り組みを進めてまいります。どうかご自身や友人、ご家族の命を守るため、改めてご自身の行動をこの緊急事態宣言下、見つめ直していただけたらとお願いいたします。最後に、陽性になった方、あるいは、この感染ということで、非常に不安な日々を過ごしていらっしゃることと思います。区として、支援に、取り組んでいきますが、この感染状況の中、現在世田谷保健所の状況も大変厳しいものがございます。アプリへの入力で、皆さんの日々の体調を把握させていただき、そして、容体がおかしいと思ったらすぐにお電話で連絡をいただきたいと思います。区として今後とも全力で対応に当たっていきます。できる限り皆様のご協力をお願いします。感染拡大が一日でも早く下降に向かい、そして収束の日を見るよう、平穏な日常生活が取り戻せるよう、皆さんと一丸となって今回の危機、難局を乗り越えていきたいと思います。